斉藤知事が法に異議を唱え、悪いのは俺じゃないと言わんばかりの悪態をご存知ですか。今回の動画では斉藤元彦知事をめぐる一連の騒動に迫ります。公益通報者保護法にことを唱え、まるで自らが法そのものかのように振る舞う斉藤知事。しかしその主張にはどれだけの信頼性があるのでしょうか。彼は丁寧に自分の言葉で伝えたいと強調しますが、県民やメディアとの対話がことごとくかみ合わず、真の意図が見えにくくなっています。彼の発言は政策論議の場でどこまで通用しているのでしょうか。また NHK 出演時には司会者や記者からの質問に対する返答が曖昧で、視聴者からも大きな疑念が寄せられました。彼の言葉はまるで煙に巻くようなものばかりで、明確な説明が一切ないままです。まるで自分の責任をかわすかのような対応がますます批判を集めています。そして X では批判的な声に対して返信を受け付けず、一方的な発信を続ける知事の姿勢がさらに波紋を呼んでいます。オープンに見せかけて実際は対話を閉ざしている状況が続き、視聴者はその本音を疑わざるを得ません。最後に維新の会との関係も揺らいでいる中、彼の今後の行方が注目されています。支持率が低下しつつある斉藤知事は果たしてこの政治的な窮地をどう乗り切るのでしょうか。維新の内部からも不信感が広がり、彼の政治キャリアは大きな岐路に立たされています。この動画では斉藤知事の発言と行動の真意、そしてその背景に潜む問題点を掘り下げていきます。視聴者の皆さんと一緒にこの複雑な状況を考察していきたいと思います。それでは斉藤知事の公益通報者保護法に対する異議申し立てについて見ていきましょう。斉藤知事は公益通報者保護法について、まるで自らが法律の上位にあるかのような主張を展開しています。彼が法そのものに疑問を投げかける姿勢は、表面的には自分の言葉で丁寧に説明したいという姿勢を示していますが、その内容においては具体性が欠如しており、むしろ私的な言い回しが目立ちます。この指摘表現は政策を語るリーダーにとっては不適切に映るものであり、多くの人々にとっては実質的な回答を避けている印象を与えています。斉藤知事は X 上でできるだけ自分の思いや考えを自分の言葉で丁寧に伝えたいと述べましたが、この言葉自体が抽象的であり、現実的な問題に対する明確な対応策が示されていません。まるでインスタグラムに曇り空の写真を投稿し、いつか晴れるといった曖昧な励ましのメッセージを送るかのようなもので、政策論争にふさわしい言葉とは言い難いものです。政策決定者としての責任を果たすべき立場にある人物が感情的な表現に終始し、問題解決の具体的な道筋を示さない姿勢は県民からの信頼を損なうばかりです。さらに彼の言葉の使い方には一種の自己陶酔ともいえる側面が見受けられます。丁寧な言葉遣いを強調しつつも、その内容には筋が通っていない点が多く、事実に基づかない主張を繰り返す様子は、多くの人々に丁寧な言葉を使えばそれだけで責任が果たされると考えているかのような印象を与えています。このような姿勢は政策に真剣に取り組む意思が欠けていると感じさせ、彼が県民のために本当に行動しているのかという疑念を抱かせます。特に公益通報者保護法の改正を求める声に対し、法律自体が問題であると斉藤知事が述べたことは、その本質的な問題を矮小化し、自身の行動の正当化に結びつけようとしているように映ります。法律の問題点を指摘すること自体は決して悪いことではありませんが、それが自身の責任回避のための口実として使われていると感じられると、その意図が疑われることは避けられません。こうした一連の言動からは、斉藤知事が本当に県民の声を反映して行動しているのか、あるいは単に自身の立場を守るために言葉を巧みに操っているだけなのか、はっきりしない印象が強まります。彼が使う丁寧という言葉の裏には、実は相手の声を聞く気がない、あるいは自分の意見を押し通すことが優先されているのではないかという疑問が浮かんできます。次は斉藤知事の NHK 出演での質疑応答の不一致についてです。
斉藤知事が NHK の番組に出演した際、司会者や記者との質疑応答が全くかみ合わないというような光景が展開されました。県政の問題に対する質問が投げかけられるたびに、斉藤知事は明後日の方向に話を展開し、記者や視聴者が期待する答えとはかけ離れた返答を繰り返しました。この光景はあたかも質問に答える意図が最初からないかのような印象を与え、県民にとって大きな不信感を抱かせました。特に目立ったのは、司会者や記者が非常に明確な質問を投げかけているにもかかわらず、斉藤知事が抽象的な返答を続けたことです。例えば、県の職員たちの告発に関連する具体的な質問がなされると、知事はまず謝罪を口にしながらも、その後は自らの実績をアピールし、質問そのものにはほとんど触れずに話をそらしてしまいました。この姿勢は単なる答え逃れではなく、視聴者に対して誠意を欠いた対応として映ります。その後、司会者が再度同じ質問を投げかけた場面でも、斉藤知事は相変わらず的外れな答えを返し続けました。職員からの告発や不信感に対して何を具体的に行うつもりなのかという問いに対し、彼はこれまでも幹部職員と協議をしてきたと述べ、これからも協議を続けると繰り返しました。これでは視聴者や県民が期待する具体的な解決策や行動指針が示されることはなく、結果として知事の対応が問題の根本に向き合っていないことを浮き彫りにしています。この一連のやり取りは、まるで斉藤知事が対話を放棄しているかのような印象を与えました。質疑応答の場でありながら、相手の言葉に対して誠実に耳を傾け、しっかりとした返答を行う姿勢が全く見られなかったことは、県政のトップとしての信頼を大きく揺るがす結果となったのです。このようなコミュニケーションの不一致は、県民との信頼関係をさらに悪化させるものといえます。さらに、職員からの不信感や告発に対して知事が自らを正当化するような言動を続ける様子は、問題の核心を避けているかのように映ります。知事は若い職員とオープンにコミュニケーションを取りたいと発言しましたが、具体的にどのようにして信頼を取り戻すつもりなのか、実際の行動が示されることはありませんでした。言葉だけが先行し、具体的な解決策が伴わないままでは、ただの空虚なアピールに過ぎません。こうした斉藤知事の対応は、視聴者のみならず記者たちにも強い苛立ちを感じさせるものだったでしょう。記者たちは終始かみ合わないやり取りに苦しみ、質疑応答が終わった後には大きな失望感を抱いたに違いありません。知事が記者の質問に正面から向き合わないことで、問題はますます複雑化し、県政に対する不信感がさらに増幅されてしまいました。次は斉藤知事の X での発言と批判の応酬についてです。斉藤知事は X 上での発言を通じて自らの姿勢や考えを表明していますが、その内容はしばしば批判の的となっています。特に目立つのは、彼が県民や職員からの声に耳を傾けない姿勢です。彼は自分の思いや考えを丁寧に伝えたいと言いますが、その言葉とは裏腹に実際の対話は閉ざされています。 X 上での投稿に対して返信を受け付けない設定にしている点も、彼の本音がうかがえる部分です。表面的にはオープンでありたいという意向を示しているものの、実際には他者の意見を聞くことを避け、批判に向き合わない姿勢が強調されています。この閉鎖的な対応は、斉藤知事に対する信頼を一層損なう結果を招いています。県民や職員の意見に対して真正面から議論を交わさず、自身の主張だけを発信する姿勢は、リーダーとしての資質を問われる要因となっています。特に運営委員会ではなぜ話さずに、特定のテレビ局でだけ話すのかといった批判が多く寄せられていることからも、彼の対応には不透明さがつきまといます。公の場での説明責任を果たさないまま、メディアを使って自己アピールを繰り返す姿勢は、批判を免れないでしょう。さらに、斉藤知事が自らの言葉で語ると強調する一方で、その言葉が県民にとってどれだけ説得力を持っているかは疑問です。彼は県民の声を丁寧に聞くと述べていますが、実際には県民との対話の場が閉ざされ、
X 上でのやり取りも一方通行に終わっているため、その言葉に実感が伴いません。多くの批判が寄せられる一方で、それに対する適切な対応や説明が行われていないことは、彼の姿勢に対する不信感をさらに強めています。斉藤知事は X 上で丁寧なコミュニケーションをアピールしていますが、実際には相手の意見を排除し、自らの主張を押し通すことに終始しています。このようなコミュニケーションの一方通行は、現代の政治においては非常に問題視されるべき点です。特に社会が多様化し、政治家に求められる透明性と説明責任が高まっている中で、このような姿勢は時代錯誤とも言えるでしょう。彼のやり方では、批判を受け止めることなく、批判の声をシャットアウトすることで、自分の立場を守ろうとしているようにしか見えません。X 上では、多くの県民や有識者が彼の姿勢に対して強い疑問を呈しています。どうして県議会で話さず、テレビでだけ話すのかという問いに対し、彼からの具体的な説明はなく、その場限りの主張を繰り返すだけです。このような状況は、彼の政治的信頼性を著しく低下させていると言えます。彼が真に県民の声を聞く意思があるのであれば、まずは自らの発信の在り方を見直し、よりオープンな対話の場を設ける必要があるでしょうが、現状ではその兆しは見えません。最後に斉藤知事の維新の崩壊と今後の行方についてです。斉藤知事が関わる維新の会は、これまで強引とも言える手法で政治を進めてきたことで知られていますが、最近、その勢いに陰りが見え始めています。大阪維新の会はかつて絶大な支持を誇りましたが、今やその求心力は揺らいでいます。斉藤知事の対応もその要因の一つであると言えるでしょう。特に、彼の県政における不透明な運営や、数々の不祥事への対応が、その崩壊の始まりを象徴しているように感じられます。まず、維新の会内部で斉藤知事が支持を失っていることは明白です。維新のリーダーシップに求められるのは透明性と迅速な問題解決能力ですが、斉藤知事はこれらに欠けていると批判されています。彼は県議会や職員との対話をおろかにし、自身の政策を押し通すことに終始していますが、その結果として維新の内部からも不信感が高まっています。かつてのような維新の結束力が失われつつあるのは、斉藤知事のようなリーダーが自らの地位を優先し、組織全体の利益を顧みない姿勢が原因となっていると考えられます。さらに、維新の崩壊を象徴する出来事として、大阪府で行われた市長選挙があります。この選挙で維新候補が敗北したことは、維新が地方でも支持を失いつつあることを如実に示しています。斉藤知事が維新の顔の一つであることを考えると、この敗北は彼にとっても大きな打撃となるでしょう。市民が維新の強引な政治手法に疑問を抱き、もっと透明で公正な政治を求めている兆しです。斉藤知事の今後の行方についても疑問符がつけられています。維新の中での立場が弱まる中、彼がどのようにして自身の政治的な立場を守るのかは不透明です。維新の会の中には彼を支援し続ける者もいますが、その数は減少しているようです。維新内部の一部では、彼が党の信頼を損なっているという声も上がっており、組織としての結束が揺らいでいる様子が見受けられます。維新はかつて地方政治において圧倒的な影響力を持っていましたが、その力が弱まりつつある今、斉藤知事のようなリーダーがどれだけ維新を支えることができるのかは疑問です。彼の県政に対する不満が高まる中、維新自体も内部の意見の対立や方針の不一致によってますます混乱が生じています。党内のリーダーシップが統制を欠き、各地で敗北が続く中、斉藤知事のような人物が維新にどのような貢献をするのか、その見通しは暗いと言わざるを得ません。維新の崩壊は斉藤知事にとっても大きな試練であり、彼がどのようにこの危機を乗り越えるのかが注目されていますが、その道のりは決して容易なものではありません。現在のところ彼の対応は危機管理というよりも自己保身に見える節が強く、県民や維新のメンバーからの支持を取り戻すのは容易ではないでしょう。ここまでご視聴いただきありがとうございました。
今回の動画では斉藤知事をめぐる問題の核心に迫りましたが、いかがだったでしょうか。斉藤知事が法に異議を唱え、メディア対応を避け、批判の声に耳を傾けない姿勢は今後の彼の政治キャリアに大きな影響を与えると考えられます。特に NHK 出演時の質疑応答における不誠実な態度や X での一方的な発信が彼のリーダーシップに対する信頼を揺るがしていることは明白です。私個人としては、斉藤知事がこのまま県民の声に耳を傾けず自らの立場を守ることに終始する限り、彼が信頼を取り戻すことは非常に難しいと感じています。特に維新の会内での立場も危うくなりつつある中で、彼がどのようにして自らの政治的影響力を維持するのか注目せざるを得ません。この問題を軽視し続けるならば、彼の政治キャリアは早晩終わりを迎えるでしょう。さて、視聴者の皆さんは斉藤知事の今回の対応についてどのように感じられたでしょうか。公益通報者保護法への異議やメディアでの曖昧な発言に対して、皆さんのご意見をぜひコメント欄でお聞かせください。また維新の会が内部で揺れ始めている今、斉藤知事がどのようにこの状況を乗り越えていくべきだと思われますか。ぜひあなたの考えを教えてください。このチャンネルでは今後も斉藤知事や維新の動向についてさらに掘り下げていく予定です。次の動画もぜひお楽しみにしていただきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。